夢ラジオ第1064回、今日は平成30年2月10日土曜日です。時刻は午後10時前、横浜港北、土曜日の朝になりました。今日も晴れていますが、やっぱりもやがかかっていますね。丹沢は全く見えず。ああ、港の方のランドマークタワーも今日はほとんど見えないけれど、街は明るいんですよ。冬の頃くっきりと見えていた丹沢や富士もだんだんこのように見えにくくなってきて、そしてあったかい春がやってきますね。楽しみですね、今年の春は。土曜日の午前中、リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。1064回目の夢ラジオ、今回は戦前から戦中にかけて、満州のお話、里見機関取り上げます。里見機関、里見機関って知ってる？って言われて、うん、それはね、と言ってくる人がいたら相当な歴史好き、または、この世のことをいろいろ知ってる人ってことでしょう。おそらく高校日本史では出てこないというより、はばかられるんでしょうね、こういうのを里見機関教えるなんて。イメラジオはそのようなタブー乗り越え、歴史の事実はしっかりとお話ししましょうという放送ですから、里見機関取り上げましょう。ただし別に、公開資料だけからわかること、しかも、里見はじめ、この人については本もいくつか出てますから、放送を聞きになって興味あったら、近くの図書館に行けば、この里見はじめさんのについての本がいくつか出てきますね。2、3冊読めば、おおと、里見機関とはこういう機関かと、当時の日本がやっていたことはこういうことか、もう一つ、それが未だにね、2018年の未だにいろんな形でつながってるんだなということがわかると思います。今回の放送においても、そういった本の中でほど詳しくお話しできませんが、だいたいこの里見機関について知っといたらいいなっていうことをお話ししましょう。里見はじめさんって人は、福岡の人、周遊館出てるんですよ。周遊館出てる、要するに幻遊者の流れ組む人です。その幻遊者の流れ組むと言っただけで、自分を捨てて義に就くみたいな、そんな人思い浮かべちゃいますね。いや、里見さんもそういう人でしたよ。アヘンの売買に手を染めましたから、おどろおどろしい人みたいに言われるかもしれ、思われるかもしれませんが、幻遊者での教育、いや、周遊館ですね、周遊館での教育、そして幻遊者とのつながり、このような雰囲気で育まれた当時の男子なら、表裏ない、義に厚い、信頼は裏切らない、そういう人、だからそういういい面が
後に関東軍によって利用されたと言えなくもありません。ですから、里見はじめってね、実は映像が残っていて、なんで映像が残ってるかっていうと、この人、戦後の極東裁判で、やっぱ証人で出てくるんです。が、その時にも非常に受け答えは、紳士的で、これがアヘン密売の、という、そういう感じです。上海に留学して、現用車出た後ね、現用車っていうか、周遊館出て、現用車と関わり合った後、上海に留学して、まあ、中国語マスターします。語学力は抜群だったようですね。で、中国で新聞記者になるんです。で、この中国での新聞記者時代、まあ記者としても有能だった。何より中国語ができるということで、例えば張作霖とか、あるいは蒋介石とか、こういう人物たちにも面会して記事を取っていますね。インタビューもしていい。そして人脈とまで言えるかどうか、けれど、その張作霖や蒋介石に面識があるという、これはこれで重要なことだったんです、当時ね。で、その語学力および技に厚いと。で、信頼は裏切らない、口は固いという。で、日本語の文章も書ける。関東軍にからお呼びがかかるんですね。例えば板垣征四郎、石原莞爾、あるいはこの「夢ラジオ」でもご紹介した立川義次、田中龍吉、こういう人たちとの人脈ができていくんですよ、里見はじめ。やがてさっき言った蒋介石との面識もありますから、関東軍が国民党と協力して秘密工作やるときにも、エージェントになって動いた、そういう里見。やがて関東軍にも移り、軍人じゃないんですよ。軍学校出てないし、けれど、まあどういう形式かは分かんないけど、関東軍に移って奉天に行き、で、土井原健司っていう土井原機関作った人、その人のもとで諜報もしくは宣伝活動に従事します。甘春と協力してやってたようですね。満州国における諜報とか宣伝、もうこの頃には満州事変が起き、満州国もできていました。で、その満州国の奉天に行って、里見はね、諜報とか宣伝に従事。満州国通信社、こういうのを作りましたね。満州国通信社、つまり満州のメディアの元締めというか、メディアがまあ一個しかなかったんですね。満州国ってある種の社会主義の国でしたから、当然メディアも一個だけ、議会もないわけですよ。で、その一個しかないメディアの満州国通信社、ここの社長になったのが里見ですよ。里見はじめ。もうこの時には関東軍にものすごい人脈があって、で、関東軍だけでなく、当時の満州国には岸信介とか星野直樹とか、あと軍では東条英機、満鉄の松岡洋介、あと相川儀助、そしてね、あれと思うんですけど、大平正芳っていう後に首相になる人いますね。まだ若かったんですけど、大平さんってこの時、
この満州にいて、関わってるようですね、満州国の経営に。だからそういう人たち、つまりもう関東軍の人脈だけなく、満州国の人脈がもうすごかった、さとみさん。で、中国語が抜群にできる。ああ、さっきの満州国通信社、これが結局戦後の電通ですよ。今、汐留にね、ドーンと立ってる電通あるでしょう。日本のメディア、広告、牛耳ってます。電通、元をたどれば、この満州国通信社なんですよ。で、その社長は、さとみですね。やがて、実務能力あるというか、酸いも甘いもね、噛み分けられるっていうか、この里見の力に着目して、陸軍の影佐貞昭って人いるんですね。影佐貞昭、この人についてはまた軍人さんですよ。影佐についてはまたこの夢ラジオで取り上げましょう。影佐貞昭、この人に里見呼ばれるんですね。里見くんって感じで。今自民党でね、京都から出てる谷垣貞一さんっていらっしゃいますね。谷垣貞一さん、かつては自民党の総裁やってた人ですよ。民主党政権の頃。谷垣さんなんかは、この影佐貞昭さん、今話してるね、この影佐貞昭さんの、縁のある人ですね。子孫なんでしたっけ？それとも、結婚してつながりができたのか。またちゃんと調べてみますが、この影佐貞昭っていう陸軍軍人、そんな人ですよ。谷垣貞一とつながってんのか。で、その陸軍の影佐に呼ばれてね、里見はじめさんが、里見くんと、満州国の経営は、莫大な資金いると、内地からの予算をバックにした補填ではとても間に合わない。しかも君も知っての通り、昭和12年なんですけどね、昭和12年の押し詰まった頃、1937年12月、関東軍は北支事変を起こし、そして戦線がどんどん拡大している。この満州国だけでなく占領地をも統治するためには、もうアヘン売買やるしかない。君やってくれ、里見くん。里見はじめ、だからここまではメディア人だったんですけどね、ここまではメディア人だったんだけど、この1937年、昭和12年の頃からは、もう、盧溝橋事件が始まってるんですよ。始まって起きて、北支事変、後の支那事変が始まってるんですけど、この頃からアヘン売買、そして、まずね、昭和通商という、そういう、商社できるんです。昭和通商っていう、ここと関わり合うんですよ。里見はまず昭和通商、この昭和通商は重要な商社でね、三菱商事、三井物産、大蔵商事が出資した陸軍の武器輸出入に関する商社というふうになるんですけど、陸軍の武器輸出入に関する商社というふうに表向き言われるんです、昭和通商は。けれど、実はこれ、中国の地下組織とも関わっているような、アヘンのね、アヘンの売買をやる商社だったんですよ、この昭和通商というところは。そことまず、連携し、里見はね。だから昭和通商っていうのは武器輸出入だけじゃない、アヘン売買もやってたんですよ。
ものすごく。そして2年後、1939年、昭和14年、ここで里見機関設立。今回のテーマです、里見機関。もうこの里見機関というのは関東軍の戦費調達のためのアヘン売買だから、もう盧溝橋事件から2年経ち、支那事変も泥沼化して、これは長期化するということが見えた時に、さっきの昭和通商だけではもうダメで、里見機関を設立した。イランとか蒙古とか、あと満州でも海南島、こういうところで作ったアヘンを中国の満州、あと日本軍の占領地域で売りまくったんですよ。で、アヘンというのは作るのはそんなにお金かからず、で売る時にはものすごい高値で売れますから、まあ利益がすごいんですね。だからその莫大な利益になり、この莫大な利益を関東軍に流した。だからまあそれこそ関東軍にとっては、あの便利な打ち出の小槌だったんですね、里見機関は。でこの特務機関での働きの中で、笹川良一とかね、児玉芳雄とか、こういう人物たちとも里見はつながっていくことになります。児玉芳雄は自分も児玉機関設立しました、海軍の特務機関ですね、児玉機関は。この児玉機関についてもまたお話ししましょうか。あ、そうそう、あの満州国にはあの岸信介もいましたね。だからこの岸信介なんかとも里見はあの近かったんですよ。でその岸信介の下に椎名悦三郎っていてね、もう年配の人でも覚えてらっしゃるでしょうか、椎名悦三郎。この人なんかはあの岸信介の部下として満州で働き、ですから戦後岸があの自民党の中でこう実権持つに従い、この椎名さんもあの幹事長やったり外務大臣やったりしてましたね。だから満州人脈はすごいんですよ、後のあの戦後の日本の政治においては。でその影の部分に里見機関あった。結局曲がりなりにも昭和20年まで日本がね、満州国は維持し、そしてあのあれほど広い中国大陸で戦線拡大し、そして日本国が、大日本帝国がとりあえずは破綻せず、国債発行すごかったんですけど破綻はせず、戦争を乗り切れたのはこういう特務機関あったからなんですね。だからまあ里見はじめなんかは日本に戦争をさせるために、あるいは関東軍に戦争をさせるために、その資金を捻出する機関だったと言っていいでしょう。当然極東裁判に里見が呼ばれる理由もわかりますね。ただしあの不起訴で釈放されていますよ、里見は。笹川とか児玉とか、あと岸もそう、この辺全部釈放されてますね。夢ラジオ1064回、今回は満州国で関東軍の資金調達、その特務機関里見機関を取り上げました。土曜日の朝、今日も一日が始まります。お日様がちょっと雲の向こうに行って、街が少し陰りましたね。またお日様出てきてほしいですね。